ガーデンドクター TV。 はい、ガーデンドクター TV 始まりました。ぎゅうちゃんです、よろしくお願いします。今日お邪魔してますのはですね、岐阜県可児郡にあります、片栗工房さんという場所に来ております。そして、カメラちょっとこちらグググと行っていただくと、はい、こちらですね、片栗工房に、所属されてます、はい、ガーデンデザイナーの阿部陽子さん、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、阿部陽子さんにいろいろガーデンのお庭作りのコツなんかをね、ちょっといろいろ聞いてみたいと思います。早速なんですけれども、はい、こちら片栗工房さんは、はい、まあ、ガーデン造園屋さんってことになるんですよね。 そこで、ガーデンデザインをされてる阿部陽子さん、以前テレビチャンピオンとかでですかね、はい、造園の対決で、ね、はいはい、すっかり全国の有名な方なんですけれども実家で母と花屋をやってたんで、もともとお花屋さん、はい、そこがルーツとしてあるわけですね。そうですね、この仕事に関わるルーツはそこでした、はいはい、その頃にモデルハウスの、はい、植栽だったりとか、はい、あとインテリアコーディネートだったりとかっての、何年かやってましたね、うん、じゃあその辺のノウハウ知識を、ね、長いですねが持ち寄って、それで当時の、花フェスタ記念公園で、はい、そのプランナーをされて、はい、で今に至ると、はい、そうすると園芸歴としては何年ぐらいになるんですかね。そこから数えると40年ぐらいになる。年がバレる。あんまり振り追求しない方がいいですかね。いいです大丈夫ですかね。ここはどういったスペースになるんですかね。こちら植物の、まあ、試験栽培っていうか、どんどん新しい植物がどんどん新しい品種が出てくるので、はいはいはい、ね、やっぱりそれの特徴だったりとか、実際に植えてみて、はい、栽培してみて、はい、っていうのをこう見るような場所として、植栽されてどういう育ち方をして、どういう大きくなるのか、うん、中にはこう海外から直接入ってきて、日本の気候でどうかなみたいなのありますよね、はい、それがやっぱり結構大きいんで、うんうん、中にはこれは庭に植えてはいけないっていうものもあったりするのでなるほど、はい、普段その造園されたり、個人なんかも結構個人って多いですよ、されるんですよね、はい、うちのスタンスとしては、うん、依頼を受ければ最後のフィニッシュまで全部やるんです、はいはい、でも花を自分でいじりたい、触りたい、育てたい、はいはい、自分で植栽は全部やりたいっていうお客さんのお宅だと、うん、骨格だけ作るんです、うん、その外交というか、はい、花壇とか植栽枠だったりとか、グランドデザインの部分だけやって、うん、あと植栽をしたりとか、うん、お飾りをしたりとかっていう部分、一番楽しいところは、うん、残しておいて、はい、なのでもうキャンバスだけ作るっていう感じですね。じゃあそこはお客さんと話ししながらどこまでやりますかっていう、はい、ご自身でお庭作られる方が、うん、一番こう迷路にはまり込んでしまうのが、うん、好きな植物私何植えてもいいと思うんです、うんうん、でもメンテナンスをしたりとか作業をしたりするときに、うん、自分の居場所がなくなるぐらい、花植えちゃうんですよ。ボリューム感っていうか、その規模感が最初わからないと、はい、そうですね、特に最近ネットでいろいろ注文できちゃうから、う、ね、これ欲しいってこう頼むとものすごい量になっちゃったりとかありますからね。そうすると自分が作業するのに、うん、こう腰を据える場所もなかった、うん、ないぐらいにもう畑のようにみっしりになっちゃう場合もあるんですね。それをしないようにするには、うん、やっぱりその何もない空間がやっぱり 3割ぐらいはないと、やっぱりそういうバランスがしんどいかなと思います。樹木はなかなかね、植え替えることって難しいんですけど、木が一回植えちゃうともう動かせないですからね、大きくなっちゃうし、でも宿根草とかはちょっと違うものに変えようと思えば、ポットにあげて違うものをもう一回そこに入れるってこともできるので、そういうことを考えながらやっていく。でそんなにたくさん世話できないっていう人にとっては逆で、植栽体を3割、はいはい、それで十分緑としての感覚は、庭の見栄えとしてはもうそれも十分十分でいけると思います、うん、例えばその何もない空間を石張りにするのか、うん、何にするのかっていうのはあると思うんですけど、うん、大変だっていうイメージはあると思うんですけど、うん、夏は芝生が一番涼しいです。なんかやっぱ一戸建てお庭っていうとやっぱ憧れ芝生っていうところ ね、ちょっと憧れですよね、はい、ただ
なんかね、自分家も実は芝生張ってるんですけど結構雑草がはい、やっぱりこう、ね、戦いですよね、生えてきて、はい、特に片ばみとか、はい、大変なことに、一度種を飛ばすと、うん、もう大変なことになってしまう。100倍になりますからね。そうなんですよね。芝生の世話ってその芝刈りだけじゃなくて、うん、肥料をあげたりとかね、意外に、うん、やられてない一番は、うん、肥料なんですよ。あ、そう、そこです、ね、結構芝生、うん、肥料食いなので、肥料と除草剤、うん、除草、あ、一度にできるといいなと、上手にできるといいなってのは常日頃思ってます。なるほど、もうね、すごいぴったりのそれあります。はい、はい、で、弊社ではシバニードグリーンというですね、はい、除草剤、肥料入りの除草剤が実はありまして、はい、まさにそんなお悩み にぴったりの。そうすると、はい、うん、肥料とその除草剤が同時に使えるっていう考え方で大丈夫ですか？そうです、ね、それそれそれ、そうそう、これなんですけど、うん、これ除草剤なんですけど、中に肥料がプラスして入ってますので、はい、例えばですね、これくるっと見ると使用時期がですね、雑草の発生前から発生初期となってますので、その発生前からっていうのは、うん、例えば2月とか3月とか、そうですよね、もう2月ぐらい、2月の後半ぐらいから、多分もう雑草の方が、そうそう、先にね出てきちゃいますんで、その頃にこれ撒いておいていただくと、まあ、肥料効果もあるんですが、雑草が芽を出すたびにこうこれを枯らしていく感じなので、うん、まあ、実質発芽を抑えるような感じになります。で、はい、で、かつ芽が出たらすぐ枯れるっていう、そうそう、雑草を見ずに済むと、出てこないと、一番大事です。そうですね、しかもこれ効き目がね4ヶ月続きますので、例えば2月に撒いたら2月いっぱいで、3、4、5月、次5月にもう一回撒けば、ずっと雑草の、芝生のね、雑草が生えないように抑えてくれるというもの。じゃあ芽が出たらすぐ枯れる。あ、そうです。なのでいわゆる雑草が伸びてから枯らすと汚いんですよ、ね、そうなんです、汚くなっちゃうんで、うん、そうならないように、下手すると枯れたやつがそのままになってて、うん、雨が降って、うん、そこでカビが生えてっていう、よろしくないことになるので、そうそう、逆に汚くなっちゃうことがあるので、とにかくもう雑草を生やさない、抑える、で、芝生を常にきれいな状態にキープしつつ、うん、肥料も入ってますので、先ほどね安倍さんがちょっと心配されてた、ね、肥料やりの部分もこれ一緒にできちゃうという優れものがありますので、こんなのもこの季節というか梅雨明けから初夏にかけてね、やっぱり庭作業をしてると、蚊がね寄ってくる、どうしても寄ってきちゃうんですよね。ボコボコにされるから、ね、そうなんですよね。なので今日はここのエリア草取りって思った時は、はい、はい、うん、先にこれでこれを、ね、シュシュってやっといて、うん、これを、ま、あらかじめ巻いといてから、よっこいしょっと草取りをすると、座ってこう草取るっていう、うん、だいたいこういう手順でこうシュシュシュと巻くような殺虫剤とかで、例えばバラを消毒したいと思った場合に、はい、ちょっとこう風があるとふわふわふわっとこう漂ってしまって、でその時に横に例えばブルーベリーがあると、そういうところにかかっちゃうのがちょっと心配だなと。そうですね、どうしても、うん、なってていい色になったなと思ったら、うん、こうつまみたいじゃないですか。そうですよね、でバラはバラでちょっと消毒しておきたい、ね、そうなんですよね。だからこういう共存しているもので、うん、こうあまりかけたくないなって思う時は、そうですね、ベニカ X ガード流剤というのがね、はい、これはありがたいです。うん、特にね、うち出張が多いんですよ。あ、なるほど。例えば工事なんかだと、うん、地方、うちから離れて他県に1ヶ月ホテルとか、うん、そういうことあるんです。うん、そうすると消毒一切できないんですよ、いないので。なるほど、流剤はね、ありがたいんですよ。そうですね、効き目がのことかと思うんですけど、持続してくれるじゃないですか。そう、1ヶ月ね、効き目持続しますので、はい、確かに巻きやすい、巻きやすいっていうのもあるけど、そういうメリットもありますね。あります。しばらく留守にする、手が出せないっていう時なんかには、はい、効き目が長持ちするものっていうのは確かに、はい、あるんです、ね。で、雨だろうが、うん、あ、そうですね、気にしなくていいので、関係ないですからね、流剤でしたね、今日しかできないっていう時に、うん、今日やれるじゃないですか。これを巻いておいて消毒してと、はい、ね、どうしても虫がつきますから ね虫がつきますので、うん、虫がいたって時には、まあ、こういうね、スプレー剤もありますので、それも他に舞い散らないようにちょっとピンポイントで、ね、そうですね、風向き考えてやれば、そうですね、使っていただければ、はい、もちろんこれもね便利ですので、はい、例えばこういうベニカ X ネクストスプレーなんかもね、そうですね、これ割と
虫も病気もね、これ一本でいろいろカバーできますので楽なんですよ ね。こちらも、うん、やっぱり個人のお宅だと、うん、あれもこれもっていうと、うん、お客さんがパニックになるんですよ。あ、確かにそうですね。手帳で書いてても、うん、ってなるんで、うん、とりあえずこれとこれっていう。なるほど。あ、じゃあ阿部さんがその個人でメンテナンスする時のケア用品としては、はい、まあ、今ですとこの例えばベニカ X ネクストスプレーと、はい、それワンセットですね、ベニカ X ガード流剤、はい、あ、これはもうワンセットで、はい、で、まずはこれ終わった、うん、工事が終わったらとりあえずこれワンセットをお客さんに置いて、なるほど、なくなったらこれ探してねって言ってあとは自分でやってなるほど、はい、ということで、はい、今日は片栗工房の、ガーデンデザイナーさんの、はい、阿部陽子さんにいろいろお話をお伺いしました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。